チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのアイスタイムは、寒くなってもアイスはやめません。シャトレーゼの、クッキーエンドクランチバー、ザクザク食感ビターキャラメル、ね、行きましょう。今日ね、裏チャンネル頑張りすぎてしんどいのよでいただきます。プラモデル楽しんどるだけやろって言うたらあかんねんね。仕事してんねんね、頑張ってんねんね。メガネすごいかすむねん。いただきます。おいしい。これあのね、なんかザクザクのクランチが入ってんだよ。で、中ね、キャラメルみたいな、なんやろ、キャラメルでみたいなのが入ってんの。ラッカイスになってんの。クランチよりもキャラメリゼがガリガリすごいしね。中今チョコみたいな感じだな。待ってね、見てみるわ。なんていうか、バニラとね、バニラと、これとね、あったんよね。これ11月29日発売、最新やね。で、クッキー&クランチバービターキャラメル6本入り432円やねんけどね。これがね、一番新しいパイスで、1本80円、86円で、6本入りで400円、432円。香ばしくほろ苦い風味の滑らかなビターキャラメルアイスに、ほんのり苦みの効いたブラックココアクッキーを混ぜ込み、片焼きしたカリカリのクッキークランチをあしらったパリパリ食感のチョコレート、スイートチョコレートでコーティングしました。しっとりしたブラッククッキーとカリカリクッキークランチで、パリパリチョココーティングのような食感が美味しいですって書いてあるよね。クランチもね、カリッカリで、なんかキャラメルのね、キャラメルの固まったみたいなのがあるのよ。うわ、すごく美味しい。チョコクッキー入ってた美味しいね。みんなちょっとアイスでね、並び替え発売日にするとね、最新でね、11月29日これが一番最新で、その前後で新しいのは出てないね。11月8日以降ね。クッキー用アイスっていうのもあんねや。これ食べてみたいんだよ。シャトレーゼプレミアムクラッシュプレートマダガスカルバニラ香るクレームブリュレ、1個ね200円もすんねん。4個入りで800円すんねんね。これ食べてみたいんだけどね。1個3体で買うと220円、237円。これはね、クランチエンドクッキーね、ラクトアイスやけどね、美味しいよ。
これ1個80円は安いわ。今日はね、疲れたんで寝ます。寝ますって。これ仮眠しようかなと思ってね。変に仮眠してまた夜も目覚めないけどね。うん、これは美味しいわ。明日のプラモデル動画あらへん、作っとこうな。撮ってんだよね。今日はちょっとだけ明日の動画作らなあかんね。俺はもう思ってもあれへん。なんか疲れちゃったわ。とりあえずね、安いから助かるよ。今ね、美味しかった。舐めとかんとね、ベタベタするからね。ってことでね、今日のあっちゃんのね、アイスタイムね、シャトレーゼのアイスを買ってきました。美味しかったです。知らんかったんやけどね、最新の11月22日発売の、チョコエンドクッキー、チョコエンドクランチ。チョコエンドクランチバーの、新フレーバービターキャラメル。バニラはね前からあったみたいやねんけど、ビターキャラメルね、これ美味しかったわ、ほんまに。でちょっと待ってね、多分ね2種類あったからバニラとこれだけやとは思うんやけどね。クッキー、あ、チョコもあるわ。クッキーエンドクランチバー、バニラ6ポイント、チョコ6ポイント。で、今、ビターキャラメルが出たんやけどね。これは美味しいね。なんか結構ね、いろんな種類があってね。ね、このシャトレーゼはね、見てるだけでも飽きんし、毎回行っても違うの選べるしね。で、値段が安いっていうのがいいんだよね。あれ限定やったんかな。昔子供が好きでよく食べてん、チョコバッキーのチョコミントね。あれがね、廃盤だったんや。あれがすごくがっかりでね。子供もあれ大好きやってんけど、シャトレーゼさん見とったら復活してください。で、普通のチョコミントはあんねんけどね。まあそれでもいいねんけどもね。でもチョコバッキーの方が美味しかったっていうねんね。だから、チョコバッキー復活してほしいなぁ。あんな感じでね、今日はね、シャトレーゼのアイス美味しかったです。ごちそうさまでした。ってことでね、まあ、またね12月入ったら新作出るかも分からないのでね、新作出たらまた、12月になってもアイス買いに行ってきます。ということでね、シャトレーゼね、なんかいろいろ新作出てるけどね、まだ12月に入ったらまた新たなのが増えるかも分からんけどね、まだ12月の新作は発表ないんで、
また新しいの出たら買いに行ってきますって。またね、いっぱいは今日のあっちゃんのシャトレーゼのクッキー&クランチが、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。で、またね、バイバイ。